はい、この木のコンセプトはですね、あの餌取りが多い中でもそのうちの釣りたいというんで、あの団子釣りというのがですね、あの一時あのブームになってずっとそれから続いてるんですけども、特に、5月の連休以降から9月ぐらいの水温がまだ高い時期につけてですね、であの最初はやっぱりあの自分で団子を作っていろいろやってたりしたんですけども、このぐらいの団子は各メーカーからいろいろいいのが出てきたんでですね、それに合わせて、釣り券の方でも団子専用の浮きを作ろうということで作りました。ですからあの普通だと団子によってその重りの調整とかですね、非常に難しかったんですけども、今回その団子の専用の浮きということで、まあ市販の団子うちの方で何種類か買ってですね、全部重さを測って、まあ、平均的な重さを出してますので、例えば B の浮きであれば、ガン玉の B とその市販の団子をつけたらちょうどその浮力が合うようになっています。そしてその、まあ、浮きの構造上ですね、団子は落ちたり餌取りがなくなった時は汽水が少し、下がってですね、今餌があるかな、ないかなというのを分かるようにしてますんで、まあ、殻の針を流すことが少なくなるということですね、非常に初めての人でも、まあ、使いやすい団子専用の浮きじゃないかなとは思っています。まあ、そういうところですね、はい、ありがとうございます。
はい、こっち向いて、はい、やったー。